地域の国際化という、まあ、ビジョンを掲げています、はい、田舎のグローバル化ですね、うん、で、そのために、まあ、通訳であったり翻訳、あとは交流プログラム、国際交流のプログラム、そういったことを行っています、はい、まあ、代表的なのがアースキャンプといいまして、外国人と日本人、本当に子供から家族、まあ、大人の方も南三陸町に来ていただいて、農業体験、漁業体験、キャンプ、そういうアウトドア、自然を、英語を使いながら体験してもらう。そこで、国境を越えた、うん、環境を作る、こういったプログラムを行っています。自然体験、学習体験のプログラムですね。でそれは、大体月1程度、冬場はちょっと寒くて安全面も考慮して、今行っていないんですけど、春夏秋の間に、町外から観光客に来ていただいて南三陸町を堪能してもらうという、そういうプログラムを行っています。南三陸の自然が本当に綺麗、もう海に行けばダイヤがいっぱいグワーってあるみたいにピカ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 ってなっていて、山の方に、内陸の方に入ると田舎の、その日本の田舎のすごい一番綺麗な形にがして、でもう一つが人ですね。南三陸は本当特別で、みんな自然がどれだけ大事かであったり、あとは人とのつながり、もう来てくれた人はもう体全部出して受け入れて感謝してっていうのはすごいすごいものなんですよ。それちょっと説明しにくいんですけど、うん、なので人をここに呼びたいなって思わせるものは、うん、私は見た目が外国人、まあ実はアメリカ人で、東京という大都会で育っていますけれど、それでも外国人だっていうことをすごい意識しちゃうんですね。やっぱ人のから見られる見られ方っていうのは結構外国人っていうのは多い、すごい感じるんですけど、不思議に南三陸で感じないんですよ。でそれこそ本当になんていうんですかね、その境界線を完全に取っ払っている環境だなって、思います。だからこそ人が来てそれを感じる必要性があると思うんですね。学ぶことが本当に多いと思うんですよ、地域の方で、なので英語っていうのを英語教育というわけではないんです。単なるきっかけ、言語っていうのは単なる手段であったり道具、ツールなんですね。国が違う人たちが来てもらうというのも大事ですし、都会の人もそうですし、内陸の人が沿岸部に来て交流するというのも大事ですし、そう、いろんな意味で知らないことを知る、それを人と人のつながりで、共感し合うということがすごい大事だと思う。だからバーベキューで新鮮な、ね、海の幸をうわっグリーンに乗せて、熱々、Here it is! Oh, thank you! Ah, can you pass me the salt? 塩欲しいよ、そういうところで、Oh, here! Here you are!
その根本的な人間これ欲しい、やって、お願い、ありがとう、そういったところでのやり取りで、うん、多言語での交流の楽しさであったり、異文化の交流であったり、あとは自然の中での、うん、そういうまあ交流の場、いろんなことをに対しての楽しみとかありがたみを感じることがすごい大事になってますね。指を指して体を使ってやり取りできたらそれはいい、ね、大人がアルコールねよそ飲んでそこでノミニケーションを取っても OK。 うーん、そこはもうね、自然な形っていうのは大事というか、私がそれしかできないんで、キッチキチなスーツとかすごい苦手なんでその真逆な、うん、環境っていうのをなるべく作るように努力してます。もう取れたての野菜であったり、魚介、海の幸をそのみんなでバーベキューするのが一番楽しいですね。もうその場で船の上で食べたり、もうあの畑の上で食べたりとかもするんですけど、畑でキャンプをして、うーん、みんなでごちそうを食べるっていう、そういう瞬間が一番幸せですね率直に。